はい、トマコンチャンネルです。はい、今回からね、またこの青島サロンキットのファブレスのエルグランドですねを制作していこうと思います。で、もうね、内装の色もボディの色も色拭いてみました。はい。で、前回このエルグランドの紹介した時には、中間の色かな、シルバーかなの色までで紹介したと思うんですが、今回はまあシルバーはシルバーなんですけど、ミスターカラーのアイスシルバーにしてみました。はい。中間の色はね、普通のシルバーだったんですけど、シルバー中間で、その上に、その上に、ガイアさんのパールシルバーを吹いて、で乾いたら、ミスターカラーのアイスシルバーをこれね、吹いてみました。はい。でホイールはこれまだね、ちょっとどれにしようかなと思って、今は17インチのね、ザウバーディッシュですね。まあ僕もう一個持ってるんで、これを今んとこは履かせてるんですけど、これにね、ファブレスのホイールですね、エルグランドについてたホイールはこれです。はい。ホイールもね、一応これアイスシルバーに拭いてます。はい。でちょっとタイヤとね、メッキのパーツかな、リムかなを付けたやつがこれになります。はい。これ19インチかなになります。これがファブレスのホイールですね。はい。で、まあ、いつも登場するんですけど、19インチかな20インチかなのこのね、31とかのセルシオとかに履かせてたホイール。はい。で、17インチかな18インチかなの、今81のクレスタに履かせてる、元は32の GTR のホイールですね、なんですけど、それを一回ね、ちょっと合わせてみようかなと思って、ここに今置いてます。はい。でこれがまあね、タイヤだけなんですけど、ファブレスのこのエルグランドについてるこのタイヤですね。はい、になります。はい。今んとこは17インチのね、ザウアーディッシュ履かせてるんですけど、この19とか18とか20とかのホイールにしたらね、やっぱ17インチっていうのは小さいですね。でもうここ20年ほど前とかでしたら、こういう感じでね、これ初代のエルグランドなんですけど、こんな感じの17インチとかのね、ザウバーディッシュとかを履かせてた、実車もありました。はい。まあプラモデルではね、こんな感じでちょっとお見せしてるんですけど、小さいなと思います。はい。まあちょっと
ね、次回ですけど、一個ずつね、4本ですね。はい、今、ザオバディッシュを4本つけてるんですけど、一個ずつですね。はい。これ一個、これ一個。で、ファブレスのホイール一個。で、ザオバのディッシュの方一個とかね。ちょっと、前後に、まあ、一個ずつつけて、紹介できたらいいかなと思います。はい。どれがまあ似合うかね、ちょっと試してみます。はい。一応ね、まあ僕もこの、今吹いてるね、アイスシルバーでいきます。はい。でまあね、エアロとか部品とかね、デカールとかっていうのはもうね、このファブレスのやつでいきます。ホイールだけね、ちょっとどれか試してみます。はい。で、内装の色はね、僕が作った色です。はい。まあ、これね、フィニッシャーズさんとこの、チョコレートの色と、で、またフィニッシャーズさんとこのアイボリーホワイトを混ぜて拭いてます。はい。こんな感じの色になりました。はい。まあ、普通のね、ミスターカラーの小豆色に近いような感じの色ですね。になってます。はい。で、一応ね、その上から、このシートとかダッシュボードとかっていうのは、軽くアイスシルバーを拭いてます。はい。で、このシートと、で、この方は、ちょっと、服のね、アイスシルバーが、エアブラシの中の方では、ちょっと足らなかったんで、また次回ね、拭いて、同じような感じで、やります。はい。まあ、今んとこ、内装の色はこんな感じの色になってます。はい。で、後からね、まあ部品つけるのはメッキのグリルとかね、の部品です。はい。で、ガラス面もリアの方はこのスモークがかかってるやつですね。になります。で、ここに、フロントのガラス面とか、テールとか、ヘッドライトですね。の方があります。はい。で、リアのね、この、ね、ガラス面ですね。スモークがかかってるんで、まあ、内装はちょっと見えないかなとは思うんですけど、ちょっと、このね、レースですね。まあ、カーテンみたいな感じにして、ちょっとやってみようかなと思います。はい。まあ、そんな感じでね、今回は、青島さんのキットのファブレスのエルグランドですね。色分けして、ちょっと紹介してみました。はい。まあ、今度ね、次回なんですけど、細かい色分けと、ちょっと、ちょっとね、拭けなかったやつと、で、一個ずつね、まあ、4本というか、一個ずつホイールを、つけて紹介できたらいいかなと思います。はい。
また次回もね、これしますんで、よかったらまた見てください。はい、それでは今回はこんな感じで、紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。Thank you.